こんにちは、手相家の西条幸恵です。今日は1月12日がお誕生日の人の傾向や使命、真の姿や成熟目標などについてお話しします。ご本人さんも、身近な人がこのお誕生日の人だという人も、その人の可能性を改めて知り、それぞれ今日からの毎日に役立てていただけたらと思います。それではよろしくお願いします。1月12日生まれさんは、あー、いがらっぽい、すいません。ヤギ座。まあ、人当たりの絵、創造的な人でしょうね。クリエイティビティがめっちゃ高いと思うし、一人でやりたいとかさ、思うけれども、誰かと協力した方がこの人の才能は開花しやすい。発動条件として、人と協力するっていうのが、きっと終わりでしょうね。クリエイティビティ、創造性に優れている。そしてその人個人自体、その人が作るものも魅力的やし、1月12日生まれさんもすごい魅力的な人やと思う。で、人を伸ばす力が結構高くって、そういう創造物っていうのかな、そういう作品を作るのもうまいやろうし、何か教えていくっていう才能もかなり高い。で、クリエイターやから、もう自己主張が強いのはもう上等ですよね。で、自分に自信があればあるほど上等ですわ。で、この人の、精神的な成熟が未熟だったりとか、うまいこといかへんかった場合とか、ちょっと体調が悪くてイライラするとか、自己不信感が高まっていくと、孤立していったり、変わり者だなとかって言われたりね、自分で私のこと、私変わり者やからとかって言ったりとか、こうしはって、始めたり、この人の、人間嫌いかもみたいに思い始めると、この人はちょっと運気が悪くなる、非協力的であるっていう風な一面っていうのが出てくると、この人の成長の扉は閉ざされてしまうかな。で、クリエイターにはもうあるあるなんですけども、神経過敏、気にしい、そんなこと気にするみたいなこと気にするところあると思います。で、自信家であればあるほど運勢が強い人は、面白い話なんですけども、もう占いの世界のもない定石やって、もう、この人が、精神的なバランスを崩すと、自尊心がもう格段に落ちていく。もうなんか、生きててすいませんみたいなことをナチュラルに言ってしまうような自尊心の欠如っていうのが生まれてしまうっていうのが、らしくないねみたいな時にはそういう風になっちゃうよっていうのが、この人の、ざっくりとした、パーツですわね。で、基本的にかなり人当たりがいい人だと思います。気さくでさ、仕事もすごい一生懸命やるし、実行力があるはるから、かなり社会的な信用も高くなっていったりします。で、魅力的なのよね。魅力がある、可愛らしい、男でも女でも可愛げっていうのがあったりするのね。できないとかさ、できなくても一生懸命やってて可愛いとか、なんかそういう魅力がある。で、それ、クリエイティビティ、その創作物の中にも可愛らしさがあったりとか、なんかこう、人を引きつけるものっていうのを持ってるね。才能だね。いいね。ちょっと羨ましい。圧倒的な魅力で人を夢中させるっていうパーツがありますわ。生まれ持ってる。で、社交的で、社交的だからといって、依存心が高いというよりか、自立心が高いので、そういうところもいいんでしょうね。人を引きつける。くれくれ星人にはあんまりならないというかね。自立心が高いんだけれども、人と関わっていけるっていう、かなり、精神的な成熟度が高くなっていくと、かなりこう、大人な、社交家みたいな感じになっていくかな。で、人と協力していくってことは、この人とっての開運ポイントでしょう。もう、いかに協力して物事を進めていくかっていうことが、もう、この人の仕事での、出世とかさ、実力をつけるとかさ、自分の実力以上の結果を出すとかってなったら、もうどういうふうにすればいいか言ったら、もう周りの人間との調和を図るってことがキーとなっていくと思います。で、かなりその、現実的に動けるんやけれども、心の中っていうか、この人のマイワールド的にはすっごくこう広いクリエイティビティを持ってて、未来志向なんじゃないかなっていうふうに、勝手に推察してるんですけれども、先見の目がかなり鋭いんですよね。で、それはどちらかというと、ヤギ座ってこともあって楽観的な方、ドラえもん的なさ、
あの未来こうなってたら楽しくねみたいな感じの考え方っていうのがこの人のクリエイティビティの栄養にかなりなってて、そういうふうなこう空想的であったりとか、あの未来について考えた時に、あのこうなってて、なんかこうほら、例えばほらネガティブな方っていうの、あの年金が破綻してたらどうしようとかさ、あのそうやな、あの少子化でえらいことになってたらどうしようとか、日本があの全然経済大国じゃなくなってたらどうしようとか、みんな日本人に出稼ぎに行かないといけないからどうしようとかさ、キリないやん。それがなんか、え、なんか未来ってさ、あの今あのおばあちゃんをさ強化するパワースーツとかいっぱいあるからさ、みんな老人になってもシャキシャキ歩けるみたいなパワースーツがさどんどん開発してさ、寝たきりとかありえなくないみたいな感じになって、なっていくと思わないみたいなさ、こうどんどんポジティブな方に AI が進んでさ、みんな遊んで暮らせるようになると思わないとかさ、こうそういう風な考え方を言われてみればできるねみたいな、そっちの方にあの転がしていける1月12日生まれさんっていうのはクリエイターとしてあの一流の扉っていうのはそっちなんですよね。この人のそういうものを求められてる人っていうか、あの無理やりポジティブにせえってわけじゃないんやけども、そっちになっていかへんっていう風な人なんですよ。だから先見の明とか、あの未来こうなってたらいいのになとか、 それは人類がっていう風な大きな視点でもいいし、自分がとかでもいいんですよ。なんかこういう風なおじいちゃん、こういう風なおばあちゃんになりたいみたいなんでも全然構わへんねんけども、あの未来こうなってたりとかさ、明確な目標とか、あのこういう風になってるだろうからこっちにベットしていくみたいな、そういう考え方を振るっていく仕事みたいなのを向いてるんですよね。才能あるんですよ。で、あのそういう明確な目標とか、あのそっちに向けて知性を走らせるってこと自体がこの人にとってそのいい自分の使い方になっていくっていうか、うん、未来予想を立てるのと、あのこうなってたいっていう憧れの姿っていうのを持つっていうのが、この人がすごくこう才能を発揮していく上で、発動条件として必要なんですよね。だからあの考えたことなかったなって方はぜひこれを機に考えてほしいなと思うんですけども、いいよっていう話、そういうの考えると。で、あの一回あのやるって決めたら、あのかなり几帳面に仕事に向かうタイプやと思うんですよ。それは憧れとか、その未来予想に向けてもそういう風な性質が発動してしまうので、あのポジティブベースであの未来に向いて向き合うっていうのがかなりこの人の人生とかさ、あの日常を積み重ねていくとか、知性を使ってあの行動指針を決めていくっていう上で非常に、有効なんじゃないかなと思います。占い師はね、そう思います。はい。で、で仕事に関しても、仕事とかプライベートでも、まあ、物の取り組み方の話なんですけども、一回決めたらさ、あのかなり一生懸命その犠牲を払ってでもやりきるみたいなところがあらはると思うの、うん、そこはあのそれができればできるほど運勢が強いし、社会的な信用もかなり高いと思う。ただあの脅し穴としては、あの夢中になりすぎて周りの人間のことをおろそかにするっていう風な弱点があって、なんかまあ例えばさ、自分の仕事にめっちゃ夢中になって、なんか子供がめっちゃ寂しがってんのに気がついてないとかさ、なんかチームの人があの本当はあの辛いちょっとこう負担に思ってるんやけれども、自分は自分のことしか見てないから、あの分かってあげられへんとか、なんかあのしんどいんやったら言いやみたいなことも、もちろん言い分として分かんねんけども、あのしんどそうやね、大丈夫とか、あのそういうことが言う、あのそういうなんていうの、周囲をおもんぱかる気持ちみたいなものも大人って言ったりするやんか。でそれはあの1月12日生まれさんに宿ってないわけじゃないんやけども、夢中になりすぎるとなんかどっかでこうシャットアウトする癖があるので、それはちょっと気をつけて、あの周りのことが見えなくなるほど熱中できる場所が確保できてたらいいんやけども、そうじゃない場合は周囲との協力っていうのはこの人にとってのあのかなり会話に対して必要な行動になってくるんですよ。だから周りが見えなくなってる時点で何か落としてるんですよ。まあ、そこはちょっと気をつけた方がいいかなって思います。はい。で、この人を語る上で、なくてはならないのが、あのほら今までちょっとこうええ感じで話してると思うんですけども、まあ、ダークサイドというか、あの得体の知れない恐怖とか緊張感っていうのが潜在的に強い方なんですよね。あのクリエイターあるあるなんですけども、あの神経過敏でさ、あのなんか自分のことめっちゃできる、あ自分才能あるんちゃうか、いけんちゃうかって
なんやな、私が書いた作文めっちゃ面白いやんって思う瞬間が今日あったら、明日にはなんか私なんか生きてて意味ないんちゃうとか、誰がこんなん読むんって書いても出す必要なんかないやんみたいな、こうなんやろな、得体の知れない自己否定感にすごく苛まれたりするっていう部品をちょっとお持ちなのね。もうクリエイターあるある、あのうん、なのであのほらすっごい若い間にさ、めっちゃすごい絵描く人とかさ、すっごい文豪とかさ、自殺率高くったりさ、気狂ってたり しがちやん。ああいう部品に似通ったものを持ってはるのよ。で、あの自己否定とか得体の知れない恐怖とかっていうのに、まあ、災難もあるからこそ輝くものを持ってたりすんねんけども、その辺は私はなったことがないから詳しいことはわからないけども、なんか表裏一体なんすよね、占いの、なんていうの、占いの方の視点で見ると。でそこっていうのは、あの自分が、根拠がないものに対して浮き沈みを感じているっていう客観性っていうものをちょっと持つと、ちょっとこうなんやろうな、安定を図ることができるんじゃないかっていうのが一つのこちらとしての提案やって、あのまあなんていうの、芸術家である前に、クリエイターである前に、何か作品を出す側の人間である前に人の子やん。だからあのなんやろな、地下鉄テロ事件を起こしてなくってさ、コンビニに刃物持ってさ、あのみんなの秩序をさ乱してなくってさ、今日も線路に石を投げたりしなくってさ、それで一人で起きて、あのつつましやかに日々さ、ご飯食べてうんこして寝るだけでもさ十分やに、人として上等、オッケー、バッチリみたいな、そういうあのなんか生きてて偉いスイッチみたいなのを発動させるといいと思います。言ってることわかる？あの素晴らしいものが作れなくても生きてていいんですよ。才能なくても生きてていいんですよ。才能ある人とか、そういうクリエイティビティ高い人って、それがなくなったら生きてる意味ないんちゃうかって勘違いしがちなんですけど、いいんすよ生きてってで、あのご飯が美味しいとか、なんか布団で寝れるって幸福とか、そんなんでいいんですよ。でせっかく生きてんやったら生きてたらいいんじゃないのっていう、日本語わかる文化圏にやったら、もしかしたら日本国民かもしれないし、あの行政頼ってでも何でもいいんで、生きてたらいいのっていう、なんやろな、あの生存してて偉いみたいな、評価ラインっていうのを持つんですよ。そうするとあのもし素晴らしい作品が作れなくなっても、自分を否定する自分っていうのはだいぶ和らぐんですよね。それはもうあの、才能に恵まれたり、何かを作ってすごいって思った瞬間を得てしまった人には一回は訪れる絶望なんですけれども、そういう、あ、まあ生きてても生きてるだけでいいって占い師言ってたしいいやみたいな、そういうなんかズーズーしさみたいなのをあった方が、あの健康、精神的に健康で長生きできるんじゃないかなって思います。うん、はい。で、あのあ、ここで一旦話終わりです。で、人を見る目とか、あの感受性とか、あの発明をする力とか、洞察力とか、何かしらそのセンスが鋭いのよ。感じて、アウトプットする能力が高い。だから、フィルター持ってるみたいな。体験してから出てくるもの。その、あなたを、何かを通して出す。そのあなたフィルターが、ええぞみたいな話。なので、できればぜひ、あの、何かしらの言語の勉強はなさった方がいいですよね。あの、なんかほら文学たくさん読むとかさ、あのいっぱい、いい映画見るとかさ、いい舞台見るとかさ、なんかそういう、哲学、文学、宗教、昔の人がええ言うてるやつ大体ええんで吸収なさるといいと思う。でそれはどういうふうな、もちろんその吸収するってことに意味があったりするんやけども、アウトプットのための引き出し作りとしても意味があると思ってて、そういうこうすごいって思っても表現力さまつやったらもったいないやんか。そういう意味でも肥やしていくって面では、そういう勉強、言語系の勉強なさるのはいいと思います。あの本読むのだるかったら、ま、あのほら漫才師とか落語家とかのやつを音で聞くのもおすすめ。楽しいしね。綾小路きみまろさんとかも上手よ、お話。はい、ああいう漫談か、あのほっしゃんとかね、漫談面白いっすよ。
まあ、現代のお笑い芸人さんでも全然構わへんし、桂枝雀さんとかさ、昔の落語家さんとかもすごくみんな面白いし、完成されてるので、枝雀さんとかマジおすすめです。枝雀さんも首吊って死ぬけどね、生きろ生きろごめん、私にはその苦しみはわからん、ごめん。はい。で、1月12日生まれさんの人生の空気ではざっくり言って2つです。で、お誕生日占いではすいません、2つ。もうちょっと細かく聞きたいって方は手相見せに来てください。手相やったら、開運期とか、天気とか、肉体的にエネルギーが高まるときとか、精神的にエネルギーが高まるときとか、細かく言ってけんねんけど、お誕生日占いでは2つ。1個目は、9歳から38歳までです。で、ここっていうのは、まあ、自立心がすごく高くなって、自分の考えで戦っていきたいみたいな、闘争心が結構高まるところかな。で、できれば本当人の中におってほしくって、グループにとかチームとか、まあ、会社とかそういうのに所属しながら、気の合う人たちと自分、敵と自分みたいな、そういう、対立構造でによって自分を磨いていく、でアウトプットをどんどんやっていくみたいな時期が9歳から38歳までで、39歳が次の段階なんですけれども、39歳以降っていうのはかなり、なんやろな、ちょっと現世からね、浮世離れしていくっていうか、感情とか精神とかってことを重要視していくんですよ。で、理想主義者として、なんやろな、自分のためにじゃない目標みたいな、いや、周り回って自分のためになんねんやろうけども、人間のためとかさ、なんかこの世の喜びのためとか、そういうふうな、こう、崇高な目標みたいなのができていくっていうのが、この人の39歳以降の、動きになっていきます。あ、ごめん。ごめんね。はい。こんな感じです。でも、1月12日生まれさんのもう開運ポイントとしてはもう大きく2つあって、1個目はもう、思てることはやりなはれっていう、行動に移すこと。行動に移すこと。もう、頭の回転早くってさ、アイディアとか夢とか、こういう風にしてみたいみたいなのがいっぱいあらはると思うの。やりなはれ。やらんことにはどうにもならん。で、やったら出せ。やったら出せ。やって出せへんかったらやってないのと一緒なんですよ。うん、わからない。で、そういうなんやろうな、そこに対する、2つ目ですよね、が、自己否定感、自信とか魅力とか、自分の魅力に対する自信がある人とか、自分の才能が生じゃある人は、最大瞬間風速っていうの、めっちゃええのができた瞬間っていうのを覚えてしまうんですよね。だからそれ以上更新できないと自分がダメな気がしてしまうっていう、恐怖心だったり否定感っていうのがついて回るんですよ。地獄、新しい地獄、そんな地獄がこの世に、はい、あるんです。それはもう持ってるものの苦しみですよね。で、そこに陥ってしまう時っていうのは、自分人間やったわって思い出してほしいっていうか、クリエイターである前に人間であるみたいな、そこを思い出してもらいたいかなって、正気に戻る、そういえば生きてるだけで上等やったみたいなのを思い出して、プラスアルファ、なんていうの、いいものを作るみたいな、母親みたいなもんですよ。母親生きてたらいいやん。それでなんか今日のご飯美味しくなかったよね、死んだ方がいいかなとか言われたらさ、いや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 ってなるやん。そんな感じっていうのかな、洗濯物生乾きやねん、ごめんな、首吊ろか、いや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 みたいな、生き出てくれたらいいからっていう風な感じかな、伝わるかな。生き出てさ、もう学校どうやったって、そうなのって、もうパンあるから食べって言ってくれたらもうよくない、そんなもんやん、そんなもんすよ。あなたもそう、生きてたらいいねん。で、なんか自分のことを否定せず、ほんじゃしんどいから寝るわって言ってくれたら、それでいいな、しんどいの寝ときってみんななるから、こんな感じです。で、まあこの人が磨いていってほしいのは、やっぱり言語力と直感力、感じたものを表現する幅だったり引き出しっていうのは、やっぱりないことにはどうにもならんので、そこはやっぱり生きてる人間の努力が必要だと思います。で、まあ行動力ですよね。主導権を握り、理想を現実に変えていく行動力。この世ってさ、うそつきづいてると思うんですけど、強く言ったもん勝ちなんですよね。なんか、例えば、今日は餃子がいいですみたいな。
餃子が絶対いいんですよって言ったら、じゃあまあ餃子でいいですよってなるじゃないですか。あの、強く言ったもん勝ちなんですよ。で、あの、自信を持って、こうしていきますわって言ってやる人に、なんか殴りかかってまで止める人ってそんなにいないんだよね。大変やしさ。だからやっていけばいいんですよ。で、あの、そういうふうに行動をしていくってことが、あなたを成長させる第一の扉になるんじゃないかなと思うので、行動するのはマジ大事。で、不安になったら、あ、生きてるだけで上等やったって思い直すみたいな感じで立て直していただけるといいと思います。で、かなり調和を愛してはると思います。で、あの、なんやろな、音楽とか美術とか、安心する環境みたいなものを結構愛してて、あの、そういうなんやろな、そういうものの価値っていうのかな、音楽とか美術とか安心する空間みたいなものに安心している自分っていうのは、あの、そういう創作の材料になっていくと思います。うん。こんな感じかな。あ、ほんでここであの、なんかほら、あの、鉄道鉄尾1月12日村さんの話するときにクリエイターとか創作とかって言ってるけども、それは別に、なんやろな、別に全員がさ、岡本太郎みたいな芸術家っていうのかな、村上春樹みたいな作家とかにさ、目指さなくても、あの、母親とかでも完全にクリエイターやって、ご飯作るのもさ、洗濯物干すのもさ、子供にどういうしつけを施すのかとかもさ、ゲームする時間の何、何そういうの、なんていうの、システムの作り方とか、かなりクリエイティビティもを人生って要するんですよね。そういう才能が高いってことです。だから日常的にもクリエイティビティをかなり発揮する場面っていうのはあるんですけども、芸術家っていう職業についてなくっても。そういう、人生のシス、日常のシステムとか、あの、作り出すこと、ご飯とか、まあ、掃除の方法とか、仕事の方法とか、別に芸術ももちろんそうなんですけども、人間関係の作り方とかね。そういうものすべてのことを想像と言っております。うん。だから自分芸術とか全然できないんだけどなって思わはる1月12日生まれさんも、あの、何か、ヒットするのがあると思うので、ぜひ、あの、まずは、あの、落語や漫談を聞くところから、あの、おしゃべりとかの才能マジであると思うので、勉強なさるといいと思います。話術っていうの、話術に長けるっていうの、絶対あると思います、ここの生まれの人は。あ、ほいで、あの、多分野心とか競争心とか強いんですよ。だから、あの、それは、うまいことを自分を焚きつける材料になさるといいと思う。うん。ちょうどいいライバルを自分心に決めるみたいなね。あいつよりもうまくいきたいみたいな。そういうのいいと思います。で、さあ、ここまでで大体そうかな。はい。で、恋愛や人間関係でのパートナーシップ、恋愛、仕事でのパートナーシップ。で、どんな人がいいかっていうと、パートナーね。基本的に誠実で調和を愛する人がいいと思います。で、あの、意外とさ、あの、社交的やからさ、あの、どんどん自分でこう、切り開いていける人に見えがちなんですけども、パートナーシップにおいてはかなり控えめな一面を持ってると思うんですよ。だからなんか、あの、漫才師やったらこう、聞き役というかさ、こう、こうしたいって強く言う側じゃない方に回りがちっていうか、夫婦関係とか、その共同経営者的なもので言うと、あの、だからパートナーにすると主体性のある人、こういうことがやりたいんですけどとか、私絶対結婚して子供を見たいんですけどとかさ、なんか結婚して一緒にいい、めっちゃなんかリノベーションしていい家住みたいとかさ、なんかこういう風な事業をしたいとかさ、なんか明確に言ってくるやつと一緒に組む。しかも、あの、誠実で、あの、調和を重要視してる人。なんか何でもかんでもスクラップ&ビルドでのし上がっていこうぜみたいな人しんどいと思うの。あの、なるべく波風立てずに上手に乗り切っていこうみたいな作戦を立てる人の方がうまいこといくと思います。はい。こんな感じかな。はい。で、まとめだ。1月12日生まれさんは人当たりのいいビビリのクリエイターです。ほんとその中にはもう文才、話術、ビジネスセンスとたくさん恵まれている才能を宿してらっしゃいます。マジで。で、ですが、あの、人を嫌いになったりさ、あの、人中人と協力することを遠ざけたりとか、チームワークだるいなとかさ、めんどくせえなとかっていう風になってしまったり、もっと
根元の部分ですね、自分を拒絶してしまったりとかしちゃうと、その才能みたいなものが全然磨かれないまま、輝く前にくすんでいく毎日っていうんですかね、とか一生になってしまうので、それはめっちゃもったいないかなって思います。人中に入る度胸っていうのはさ、自分を信じるみたいなのがなかったらしにくかったりするんですよ。もうなんか占いの世界でもあるあるなんですけれども、人が信じられないとは自分が信じられなかったりするんですよね。でもだからもう自分への不信感と人への不信感っていうのは もう表裏一体なんですね。だからもうその辺はなんていうの、びっくり療法っていうのはあんまり向いてなくって、もうちょっとずつなんかちょっとずつエイヤしていくんですよ。もうなんかまずは100円分信用するみたいな、次200円分信用するみたいな、次300円分、次500円分みたいな感じ、こうちょっとずつ乗り越えて協力していく、達成していくっていう体験を取りに行くっていうのが能動的な努力として求められること、そして勉強するってこと、自分の表現力を磨いていく、アンテナを磨いていく、取り込むアンテナとそれを言語化するなり、その身体表現でも、まあ、文章でも絵でも音楽でも何でもいいんですけれども、いろんなこの世の昔からある一流と呼ばれている作品ってもう青空文庫とかってただで読めたりするんで、で音声とかもいっぱい残ってるしね、そういうものをいっぱい吸収なさって勉強して、その人を信じる、自分を信じると同時に力をつけていっていただいて、自分の自己表現っていうのかな、幅を広げていくってことがきっと1月12日生まれさんのなんか、あ、自分の人生めっちゃ自分使ってるなっていう達成感に多分直結していくと思います。うん、もうそれがそのあなたの大いなる才能を溢れさせる扉を開ける鍵になっていくでしょうし、みんなきっとあなたの扉が開かれていくたびに、あ、この世ってええもんやなってどんどん思っていくような表現者になっていくと思います。人に希望を与えるようなね、人に喜びとか、まあ、悲しみでもいいんですけど、シェイクスピアなんか悲劇のもう悲劇のなんていうの、悲劇書かせたらめちゃくちゃ面白いんですけども、そういう悲しいことだって娯楽やんかね、なんて何かほら言うやん、近寄れば悲しく、遠ければ楽しくみたいな、そういうのあるやん、何でもいいんですけども、その喜怒哀楽、言うたらその感性の部分を磨いていただいて、楽しくアウトプットなさることっていうのが、やっていただけると、あなたの人生、あなた個人も周りも楽しんでいけるんじゃないかなと思います。自分も他人も信じようみたいなところに、安いごめん先日もあってしまいます。うん、応援しております。ここまで聞いてくれてありがとうございました。それでは、ほなねー。